すげえ表になってるけど、でかい表ですね。 Describing Hololive members using animeアニメ？ディスクライビングっていうのは、うん、表すという意味ですね。アニメに表すみたいな感じ？そら先輩、アイドルマスター。なるほど。ザって感じべこだね。じゃあ、ロボコ先輩、ロボティックスノーツ、or maybe plastic memories? ロボティックノーツ。これがポップテテペコ。解釈一致。解釈一致ですね。あ、ゆうかだよ。すいちゃんのは？イニシャル D。イニシャル D？ なんで？あれか、最近グラセフ？ブンブン車振り回して人ひ、まあ、イニシャル D 人引く、人引くようなあれじゃないですけど。あずき先輩、マクロスフロンティア。あ、マクロさん、私歌ってたりするペコだからかな。なるほど。バーガー、ロザリオとヴァンパイア。あ、ヴァンパイアペコだからか。ヴァンパイアですからね。なるほどね。夏目友人帳、夏目ズブックス。ああ、夏目友人帳。そして、ゴッドオブハイスクール。ゴッドオブハイスクール。ゴッドオブハイスクール、夏目先輩、ゴッドオブハイスクール。これ、ゴッドオブハイスクールっていうのがあるんですよ、そのまま。これ、ローゼンメイデン。歌ってたペコだよね。歌ってましたし、ねえ、あき、ローゼンタール先輩ですからね。直撃の相馬ですね。もう、はいちゃん、和食、食事のところがすごいペコだね。いや、直撃の相馬は、ああいう、なんか、やばいのをね、やるんじゃないんで。このスバ、アクア先輩、この、アクアってキャラ、いたペコだよね。このスバらしい世界に祝福をですかね、あってもか。うん、確か、いた気がする。シオン先輩が、これは、ギルマーオブゼロ、ゼロから始まる魔法の書ですね。そっか。これ、確かに魔法使えるからってこと？こちら、あやめ先輩ですね。あやめ先輩は、ビルゼバブ城の、ベルゼバブ城のお気に召すママですね。聞いたことない。でも、ラノベのやつから、アニメですかね。次は、トラブル。あ、わかる。これ解釈1。これめっちゃ解釈。私もトラブルはわかります。解釈1ペコ。解釈めっちゃ1です。スバル先輩、アヒルの空。あ、なんか聞いたことある、アヒルの空。バスケのやつだよね。そうですね。やっぱスポーツ系っていうのと、やっぱアヒルが一致ということですね。なんかうまい感じで楽しんでるから、ね。うまい、これうまいだね。ウォルフ・チルドレン、これは狼子供かな。ママ、私たちのママ、やっぱ。ミオママ。ミオママで一致してるんですね。猫パラ。おかえりなさい、猫パラ。猫パラっていうのがあるんですよ。めちゃめちゃ、ペコラ先輩、めちゃめちゃ調べてる。コロナ先輩、呪術回戦。あ、呪術回戦、今すげえあれじゃん。ペコラ先輩、呪術回戦見てます？ペコラ、一話しか見てなくて、あれだよね。なんか、指とか食べてるからなのかな、なんか。私最初呪術回戦ってコロナ先輩で見て、え、なんだって思ったんですけど、下に「ギフォーアウスクナーズ指」って、指をこの子に全部あげろって言ってたの、あ、指ねってことで。ペコラ先輩はこちら「ラスカル does not dream of bunny girl 先輩」、これご存知ですか？聞いたことあるのが、バニーガールはなんたらかんたらなんたらみたいな、ね、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないですね。聞いたことある。あ、やっぱペコラバニーガール、やっぱ、あ、分かってくれてるペコなんだ、みんなも、海外に行きも。こちら、The Rising of the Shield Hero。これはあれですね、なんだ、盾勇者の、あ、なんつったっけ、Rising of the Shield Hero。盾の勇者の成り上がり。聞いたことある。これ私アニメ見てても、盾の勇者の成り上がりですね。誰が胸元が盾じゃ、バカ野郎。あ、そういうこと。あ、これ、フレア先輩、文豪ストレイドッグス。これは、イケメンフレア。そう、イケメンアニメ。これイケメンアニメなんです。文豪ストレイドッグス知ってますか？これイケメンの。そして、こちら。How heavy are the dumbbells you lift? マッスル、サイドチェスト。これはダンベル何キロ持てるんですね。あ、お願いマッスルのやつ。お願いマッスル。これはもちろん解釈一致ですね。大丈夫？これインタースピーシーズレビューアーズ。これ異種族
レビューアーズですね。知ってますか先輩。え、わかんない。一周ちょ調べてみる。一周ちょ一周ちょ。知ら、知ら、あ、あ、R18、あ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 、そういうこと。あの、これ、あの、あの、あ、ゲームかい。ニセ恋。あー、ニセ恋。ニセ恋。チトゲ、ゴリラ、キビサキ。あ、確かにゴリラ。ゴリラ。あー。なる。私は、あ、小林さんちのメイドラゴン。これは、ドラゴンですからね。サンペかな。Or maybe Backstreet Girls。ゴクドルズ。あ、Backstreet Girls。知ってます？ゴクドルズ。またね。ド級変態エグゼロス。変態。ド級変態エグゼロス。あの変態ってのはあっちのあのpervertの方の変態じゃないですよ。そっちのあの皆さんが考える変態じゃないですよ。あの変性、あの体を変性するの変性の。びっくりしたけど、なんか、あ、そう、あ、そういうのあるんだと思って、ちょっとびっくりした。あの、アニメの内容は、あの、変態ですね。はい。はい、ねえ、すげえ、ペコ。とは先輩、エンジェルビーツ。エンジェルビーツ、ね。あとはマジ天使か。なるほど、ペコな。ルーナは、うん、スリーピープリンセス&ディーモンキャスル。これは、魔王城でお休みっていう、これもラノベかな？からのやつね。なるほどな、お姫様のやつ。タクノミタクノミそうね、オレンジ、ねぬちゃんはオレンジ。あ、これオレンジ、オレンジは青春ラブストーリーじゃなかったかな。確か少女漫画ですね。うん。そして、こう3月のライオン。これはライオンだからですね。ライオンだからか。将棋のやつですね。将棋のやつペコだよね。漫画読んだことある。で、カラクリサーカス。あ、サーカスペコだからな。なるほど。で、これは僕だけがいない街、イレイスト。あ、ちょっと、なんか違う。うまいけど、うまいけど、ちょっと。何とも言いづらいんだよな。元気でいてくれてるといいです、ほんとに。ねえ、ほんとめくんだよ。ちょっと面白かったの。うめえと思っちまった。こら、こら。って感じでもう全く。リスちゃん物語シリーズ。これ化け物語などの、あの物語シリーズってことですね。そして、モナちゃんはセイラームーン。セイラームーン。あ、ムーン。モナちゃんは確かにムーナですからね。ねえ、確かに月って感じで。確かセイラームーンって、なんかいそうですよね。紫のこと、うん、荒川アンダーザブリッジ。なんで？ちょっとわかんない。なんでこのなんでなんでなんでヨーフィーちゃん荒川アンダーザブリッジ。すごいね、ブリッジまで知ってるんかいって世のがみんな驚いてる。デスノート。あー、はい、まあ、はい、うん、わかるわかるペコな。リゼロ、あ、一回蘇ってますからね。そうだ、不死鳥ペコだから何度でもみたいな感じか。ですね、バクマン。あ、絵描けるペコだもんね。ですね。ナギの明日から、うん、これナギの明日からって私分かんなかったんですけど、あ、ペコらも分かんない。知ったことあるな。あの水中にね、うん、あの生きてる人たちの話。あ、なるほどなるほど、じゃん。そしてディテクティブコナン、これはもうねコナン。あ、コーナー、ね、あ、そう、探偵ペコだもんね。ゾンビランドサーガー、まあゾンビですからね。ブリーチ、なるほど。アーニャの挽回を待ってる。なんかブリーチなんだろう。うん、これは Do you love your mom in your,、in your two hand multi-target attacks? これは、あ、これはね、あのポチマロ先生つながりですね。ママつながりですね、これ。あ、そういうことペコなんだ。通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかっていうのね、あのポチマロ先生がね書いてるんで、これは一致ですね。あ、そういうことペコいいね。おい、He not an idol guys。 誰ですかこいつと。こいつ誰ペコだ。何になってる？ Promise Neverland。 あの約束のネバーランド過去 Dream On。 まだ夢見てる状態の約束のネバーランド。